A プラスいいね。え？ほう、まあそんなもんよね。A プラスが奇跡的に入ってきてくれたという感じで、終了っていうね。そっか、なんかランク付けがあるのサイドか。オプスリスト、アップデート。サイドオプスリストには、あんたに解決してもらいたい問題や、達成してもらいたい目標、回なる収ほしど。た兵士や捕虜から得られた情報などをまとめてある。なミッるほションど。ではないが、自由に動ける時にでも対応してくれると助かる。サイドオプスミッションって言ってもな。まあ、ミッション先に進め。ヘルプ見ましょうって言われても。いいんだよ。ミッション進めんだよ。Mission accepted. The map has been updated. よし、行くぞ。いいね。車手に入れたから早いんじゃないかな、馬さんより。そんな気がしなくもないんだけど。よしよしよし。いいね。いいね。やっぱ車だよね。何よりも車っていう。そういえば最近なんかね、調べることが だから皆さん 4K のなんかあれって興味ありますかね。よくなんか 4K モニターとか 4K テレビとか言うけど、あれね、まだね、4K ブルーレイが開発され、やっと開発されたんで、4K の映像のブルーレイっていうのがなかなかないんですよね。あるっちゃあるんだけど、4K 専用のブルーレイの規格がやっと決まって、映画とかがやっと売りに出すみたいなね、ことになってるらしいですよ。わ、どうもこんにちは。僕ジープ仲良くしようよ。してくれないかね。ダメかい？勝負するかい？そのデカブツで。負けるわけがないだろうって。自分の車撃ってどうすんだ君は。危ないな、まったく。この人らフルトン回収できないのかな。あ、もうないんだ、フルトンが。瀕死なんだ。しょうがないね。すまんな。すまんな。すまんな。回収できん。え、待って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 。フルトン回収ができないんですけども。ん？何が？ボス、そいつと遊んでいる暇はない。どうする？ボス。なんだ子犬って。なんだ子犬って。その子犬って何？子犬なのか？ 嘘、なんかいる？あ、なんか声聞こえるじゃん。あ、いるし。でもエンプティーなんだよ。エンプティーなんだよ。ってか、回収できんのか、そもそも。エンプティーって出てんだよな。ちょっと待って。しょうがないな。補充の要求でもするか。ここに持ってこい。かわいいなぁ、これ。かわいい。あんでね、この 4K のやつがね、やっとね、開発されてね、それまでなんか、4K の映画とかって見たことなかったから、なんか YouTube にある 4K ってなんか割と 4K じゃないさ、フル HD でも再生できて見ると綺麗だなーっていうのがわかるんですけど、普通にディスクで見たかったから、こう、まあ僕もね、映画でなんかあったらいいなって思って探したんですよ。で、なかったから、何なんだろうって、よく調べたらまだ 4K 専用のディスクができてなかったっていうね、ことらしいんで。まあでもね、4K の映像っていうのはね、どこで活かされるかって言ったら、まあ大画面のテレビとか、そこら辺ですよね。これ、貸しできるのかい？はい。はい、いってらっしゃい。どこに引っ掛けてんだ？おぉ、行っちゃった。すごい喜んでる。すげえ喜んでる。その 4K のなんかね、あれがね、まあ、大画面のテレビとか、あとプロジェクターですかね。僕だったらプロジェクターでね、やっぱり見るときは 4K でもいいなって思うことあったんですけどね。4K 対応のプロジェクターってまだ高いんですよ。高いんで、お、ここか？あ、付近か。なるほど。ちょっと待ってよ。ちょっと、隠密作戦に行こう。こっちから行こう。オッケーオッケー。ミッションか。
待ってよ。そのだから 4K のねディスクがまだ開発されてなかったことにちょっと驚きなんですよね。なんかあのそれまでのブルーレイって50ギガなんですけど、今開発されてるやつが66ギガまでいけて、でまたすごい開発が進むと100ギガまでね対応できるっていう素晴らしいブルーレイのあれになるらしいんですけど、まずこっちでしょ。オッケー、お、まだいた。オッケー、どれが言語特技兵なのかわかんないけど全員回収だ。オッケーオッケー。そのねブルーレイの企画がねまあまあ意外だなというのと、最近なんかだから 4K のコンテンツじゃないんだけど、モニターでもパソコンのモニターでも 4K ってありますよね。よし回収回収。そのねパソコンのモニターでも 4K があっても 4K の映像がないっていうよくわからん状況になってるんでね、最近はほんと不思議ですよね。しかもその 4K のモニターをパソコンで使おうと思ったらディスプレイポートっていう特殊なポートがね必要になってくるんで、お、いいね、ソ連兵のあれになってるっつってね、よかったよかった。あの3人の実は誰かだったっぽいね。まあ、そのディスプレイポートっていう専用のね端子が必要だったりだとかいろいろね大変なんですよね。だから 4K のねモニター買っても、あでもパソコンの作業だったら割とはかどるかもしれないけど、グラフィックボード買わなくちゃいけないからマザーボードから直接出力はできなかったんですよ。なんでねまだまだ僕にはほど遠いかななんて思ったり、だからテレビとか買って HDMI でつなげてもあれ 4K なんないからね、パソコンのやつにね。てかなんか逆じゃない？道なりになんか来てたけど逆じゃない？こっちやん。あれおかしいなぁ、こっちかと思ったんだけど全然、待ってマップ見よう、全然過ぎてたじゃん。うっそ、あらららら、え、さっきのところまさか、まさかね。いやだからね、本当意外ですよね、4K のやつって。まだ、まあ、レコードも、なんかパナソニックから出るやつが、あれ、また君復活してるよ。怖っ。ホラーだな、あれは。なんかいたのかな、そもそも。ね、これ。いくらでも本当出てくるな。一人だけだったら普通に格闘でもいいんだけど。うらーやってきたぜー、ついに。やった、一人ぐらいだったらこれでいいんだよな、別にバレないから。そこら辺ちょっとなんか簡単ですよね、今回は。見つかったらスローモーションになるっていうところは簡単だけどね。えいや、パナソニックから出るだから 4K 対応のブルーレイディスクプレイヤーみたいなやつが確か40万とかねいう風な情報もあったりだとか。あ、全然違かったじゃん、全然違かったじゃん。なんだなんだ、道がそもそも違かったの。犬見かけたよさっき。あれ、ここ何何何、あれ、ああ、なんかそういう感じなんだね。ああ、はい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 、終わりこれで。あ、じゃなくてか、これから始まりなんだ、なるほどね。いやーでもね、その 4K モニターなー、ちょっとでも欲しいんだよね今。 4K モニター、あのテレビが 4K に、ね、なってくれたら、まあ、それはそれで嬉しいんだけれども、テレビには残念ながら 4K のやつはできないから、 YouTube なりなんなりのダウンロードコンテンツの方で 4K を楽しむしかないですよね今は。こっちじゃないよね、あ、こっちか。 OKOK だからね、欲しいんだけどなーって、なかなかなーって。なんかパンクしてないこの車、気のせいかな。またいるよあそこな、どんだけフルトン回収されたいんだよ君ら、もういいよ、いらないよ。何回も何回も回収するけどさ、
どこら辺まででセーフなのか確かめよう。あ、バレるんだやっぱここ。怖い怖い、危ないなあ。君らは血の気の多いな本当に。勘弁してくれよ。回収だ回収。回収中だね。は？まだいるの？さっきいた、いなかったけどな君。なかなか当たらない、なかなか当たらない。やべ、もうダッシュで攻撃仕掛けるしかねえな。あ、当たってたんだ。なんだ何これ、光ってんだけど。おお、あ、植物ね。なるほど、これもなんか回収できるっぽいですね。何に使うのか分かんないけど、まあ、とりあえずあれで、よし、車に乗らせてくれ、お願いだ。あれ、あ、違う違う違う、グラセフと同じように三角で乗ろうとしてた。グラセフかと思ったよ。あー、トラックに乗ってたんだ。なんだなんだ、そういうことか。残念ながら僕ジーファーなんで。でも 4K のモニターって高いよね。しかも僕のパソコンね、i7 の2600積んでてもグラボ積んでないんですよ。グラボ積んでないんでね、グラボなしで 4K モニターはね、ただのフル HD モニターと化すので買ってなかったんですけどね。それがちょっとね、どうなんだろう、買った方がいいのかな、買った方がっていうかグラボ積んだ方がいいのかな。いや、パソコンがもうね、結構だいぶ来てるんですよね、僕のパソコンも。あの2世代 CPU プラス、僕のはね、奇跡の、あの、え、何？またなんかバレたの？またなんかいるの？知らないよ。お、着いたのか。はい。お、もうらい。もうらい。ターゲットって何、そもそも。通信施設設備の破壊か。通信設備、人はいるね。通信設備ってこの青いの何、これは。あ、これか。こっちじゃないんだ。こっちなんか通信のあれじゃないんだ。なんかでっけえけど、あれよりはるかに。どうしよう、フラグかな、フラグ、フラグかこれ。ここだって届かないもんね。それオッケーオッケー、まだバレてない。あ、近くにあるじゃん。これ撃つか、これ撃つ、撃っても壊れんの、そもそも。おらバレちゃうよねこれ、銃声で。まだ あれか、これはよっ。おお、いいね、対空レーダー、なんかレーダーらしいね、あれも。あ、ヘリが近づけるのか。なるほどね、フラグゲーですわ。フラグが一番いいわ今のところ、使い勝手が。よっ、あ、ミスった。もうちょいもうちょい、ちょっと難しいなここは。ここだ。え、バレた、すまんな。これどうやったらお水になるんだろうね。待った待った待った、分かった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 、あぶねえ。うそ、今のでバレた。待った待った、このアンテナを破壊したいんだ。もうバレてるし、すげえブレだな。待ってよ待ってよ、オッケー、
回収回収、とりあえず回収してからな。よいしょ。でも 4K の画質だったら結構ねパソコンの作業とかはかどりそうなんですけどね。そもそもグラボ積んでねパソコンって今時どうなのよってねなるわな。おお、めっちゃブルンブルしてる。怖っ。いたいたいた。あ、めっちゃいいじゃん敵。さりげなく逃げよう。さすがにこれを全部フルトンはないわ。おお、砂嵐いいね。砂嵐だったら追ってこねえだろ。よし逃げよう。いや、皆さんのパソコンってグラボついてます？僕ねパソコンでゲームすることないからグラボをつけようって思わなかったりする人なんでね、結構僕のパソコンはそこら辺にあるデスクトップと変わらないんですよ。何が違うかって言ったらキャプチャーボードがね、前使ってたキャプチャーボードがついてることぐらいで、あとは全部変わらないんだよな。でも今なんか i7 の4790らへんがいいのかな CPU で。でもなんかあんまりね性能がそこまで上がらないっていうねことも友達が言ってたんで、どうしようかなって悩んでる最中です。あと意外と高いしねパソコンは。うん、高いからね、それを買うにもなかなかパッと買えないところがね残念ですよね。はい、というわけで今回はねこんな感じで、あーよかった。まあでも殺しちゃったからランキング下がって、ランクか、ランク下がっちゃったね。ダメなんだ、ダメなんだよね非殺傷っていうところあるし、ノーリフレックス、ステルスなりたいな。次ぐらいはねちょっと見つからないでいきたいんだけど、どうしても見つかるよね。あれどうやったら見つかんないんだろう。だって絶対サプレッサーの耐久、あ、そっか、補給をずっとし続けるのか、なかなか難しいね。赤いミッションはちょっと次こそ頑張ってステルス目指して頑張りたいと思います。そしてボスのおかげでマザーベースのスタッフも増え手狭になってきた。おお、いいね。多くの人材を迎え入れるには施設の拡張が必要だ。そこで新たに拠点開発班を設立した。なるほど。の役割は2つ、資源開発とプラットフォームの増設だ。なるほどなるほど。資源開発についてだが、拠点開発班はレベルに応じて定期的に資源を確保する。拠点開発班いいね。収められマザーベースの甲板上に運ばれる。この状態で一定期間を経て加工処理が完了すると晴れて運用が可能となる。へえ。これらの資源で新たなプラットフォームを建設すればより多くのスタッフを迎え入れることができるというわけだ。なるほどね。じゃあ拠点の細かな指示は必要ないが、プラットフォームの増設だけはボスに判断してほしい。プラットフォーム作るから資源か。資源集めを勝手にしてくれるっていうことだから、まあその資源集め班をなんかあれすればいいのかな。